株式会社アイセプトは愛知県名古屋市に本社を置く主に企業向けにインターネットに関する戦略を立案、支援を行う企業である。経営理念は豊かな生活への架け橋を作る。主事業は B2B 向けのインターネット戦略支援事業。インターネットを活用したビジネス視点の提案から政策視点の具体的な施策の実施、運用。 更新に関する提案などを行い、業績向上や優秀な人材の採用、ブランディング向上などを通じて、顧客と長期的なパートナーシップを築いている。その他には、マーケティングリサーチ事業、システム開発事業、IT ツール販売事業を展開している。また2018年から IoT にも取り組み、下川町と連携して、実証実験を通じて、事業化に向けて取り組んでいる。 またメディアウニエも行っており、ウェブ業界で働く人や興味がある人に役立つ、情報サイト、クワムや地域密着型プレスリリース配信を可能に、した、サイト、プレスブリッジなどがある。主な営業エリアは、東海、首都圏、関西、北海道道北。リサーチアナリティクスファインドカスタマー、レコメンドマッチワンタンクワム手のひら、ハウスアイイコールアイデア、インターフェース。 インフォメーションは、セプトイコールコンセプトをもとに成立するという意味が、込められている。本社、郵便番号460-0004愛知県、名古屋市中区新栄町2丁目1番地のりたけ、栄ビル501下川オフィス、郵便番号098-1204北海道、上川郡下川町南町123番地4、ニューライフマンション202号、アイセプト、 既存サイトへの部分導入が可能な CMS、ワンタンを提供開始、ペンテアリナオ2009年9月4日、アイセプトが、企業サイト回遊率高めるレコメンドサービス開始、中部経済新聞2012年3月17日、本質を捉えた提案で企業のネット戦略を、肩代わり公益財団法人愛知、産業振興機構2014年6月、アイセプト、 既存サイトへの部分導入が可能な CMS、ワンタンを提供開始アーカイブド2014年7月1日、アットザウェーバックマシーン2009年9月4日、アイセプトが企業サイト回遊率高めるレコメンドサービス開始2012年3月17日、本質を捉えた提案で企業のネット戦略を肩代わり2014年6月、ありがとうございます。